ビクトル・トロイツキは、セルビア・ベオグラード出身の男子プロテニス選手。これまでに ATP ツアーで、シングルス3勝、ダブルス2勝を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス12位、ダブルス49位。身長193センチメートル、体重85キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。彼の性については、トロイキの、 表記揺れも多く見られる。2008年全仏オープン男子ダブルスベスト8。2011年モンテカルロマスターズベスト8。2010年の男子テニス国別対抗戦デビスカップでデビスカップセルビア代表を初優勝に導いた選手の一人。トロイツキは父親がロシア移民の家系である弁護士、母親は経済学者という家庭に生まれ。 5歳からテニスを始めた。ジュニア時代、2004年ウィンブルドン選手権、ジュニア男子ダブルス部門で、ロビン・ハーセと組んだ準優勝がある。2006年に、プロ入り。ツアーカブ大会で順調に、世界ランクを上げていった。彼は、同年10月のジャパンオープンテニス選手権で、ATP ツアー大会にデビューした。予選を勝ち抜いて、 本戦出場権を獲得すると、1回戦でフェルナンド・ビセンテをフルセットで破り、2回戦で第1シードのロジャー・フェデラーに6から7、6から7のスコアで赤敗した。翌2007年は、前年に引き続きカブ大会を回ったが、ツアー出場4戦目となった、クロアチアオープン大会において、躍進を見せる。この大会においても、予選から、 本戦出場を果たし、本戦2回戦で、大会第1シード世界ランキング3位の、同じセルビアのノバク・ジョコビッチを2から6、6から4、7から5のフルセットで下して、勢いに乗る。続く3回戦もストレートで勝利し、アンドレー・パベルとの準決勝まで駒を進めた。全豪オープンで4大大会初出場を果たし、2月には、 男子国別対抗戦でビスカップセルビア代表に初選出される。4月にはツアーカブ大会のバミューダチャレンジャー決勝で西コリ K と対戦し、6から2、5から7、6から7のスコアで敗れた。全仏オープンではダブルスで好成績を収め、同じセルビアの先輩選手、ヤンコ・ティプサレビッチとのペアでベスト8に進出している。8月には、 シティオープンにおいて1回戦で、世界9位のアンディローディックを倒した上、自身初のツアーシングルス決勝に進出し、フアンマルティンデル・ポトロに3から6、3から6のスコアで敗れた。トロイツキは2009年に、さらなる躍進を見せ、全豪オープン2回戦、全仏オープン2回戦進出を経て、ウィンブルドンで初めて第30シードに選ばれた。ウィンブルドンの三回戦では、 第3シードのアンディ・マリーに2から6、3から6、4から6のストレートで敗れた。2010年は、ジャパンオープンテニス選手権準決勝で、世界ランク1位のラファエル・ナダルに、マッチポイントを取りながら6から7、6から4、6から7で赤敗した。10月のクレムリンカップでは、決勝で、マルコス・バグダティスに3664、 六三で勝利して、シングルスツアー初優勝を果たした。十二月に、ベオグラードで開催されたフランスとの、デビスカップ決勝では、ネマドジモニッツと組んだダブルスで、アルノー・クレマン、ミカエル・ロドラ組に六から三、七から六、四から六、五から七、四から六の、逆転負けを喫したが、二勝二敗で迎えた、最終試合でトロイツキはロドラを六の二。 6から2、6から3で破り、セルビアは、悲願の初優勝を果たした。2011年全豪オープンでは、同じセルビアのノバク・ジョコビッチとの3回戦を途中、棄権したが、全仏オープンでは、3回戦で、アレクサンドル・ドルゴポロフに6から4、3から6、6から3、6から4で勝利して4大体開発の4回戦に、進出した。4回戦は、 アンディ・マリーに6から4、6から4、3から6、2から6、5から7の逆転で敗れた。全仏オープン後のランキングで自己最高の12位を記録している。10月のクレムリンカップでは2年連続で決勝に進出したが、決勝で同じセルビアの親友ヤンコティップサレビッチに46、26で敗れ大会連覇を逃した。 2012年のロンドン五輪でオリンピックに初出場した。シングルス1回戦でスペインのニコラス・ワルマグロに4から6、6から7で敗れた。2013年7月に4月のモンテカルロマスターズで血液検査に応じなかったとして1年半の出場停止処分を受けた。トロイツキは血液検査は不要と説明されたと訴えており、 スポーツ仲裁裁判所に異議を申し立てたが、6ヶ月短縮に止まり1年間の出場停止となった。2014年7月のスイスオープングスタードからツアーに復帰した。一時は847位まで落ちたが、チャレンジャーツアー2勝などにより、年間最終ランキングでは100人まで戻した。2015年、年始のシドニー国際では予選から勝ち上がり、決勝で、 ミハイル・ククシキンを6-2、6-3で破り ATP ツアーシングルス2勝目を挙げた。メルセデスカップではマリン・チリッチラを下して決勝に進出したが、決勝ではナダルに敗れた。9月の新戦オープンでは2回戦で、世界ランキング5位のダビド・フェレールを6-3、6-4で倒した。トップ20に入ることもあったように復調を見せた。2016年は、 ディフェンディングチャンピオンとして臨んだ、シドニー国際で、グリゴール・ディミトロフを2から6、6から1、7から6で破り連覇達成。ウィンブルドン選手権2回戦のアルベルト・ラモスビノラス戦では、審判に激怒した。2017年、ソフィアオープンではシングルスでベスト8、ネマドジモニッチと組んだダブルスで優勝した。イスタンブールオープンではシングルスでベスト4。 上海マスターズでベスト8入りした。デビスカップ準々決勝の対スペイン、パブロ・カレーニョ・ブスタ戦で、自己最速となる時速2 3 3トルのサーブを記録した。2018年は、早期敗退が続き、予選も勝ち抜けず、年間最終ランキングは205位まで急落した。2019年全豪オープンは予選を勝ち抜き、2回戦で、 ステファノス・シチパスに敗れた。チャレンジャーツアーのサービトントロフィーでは決勝に進出したが、ダニエル・エヴァンスに敗れた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加。 p イコール開催延期 wg コールデビス z イコールデビス地域ゾーン po イコールデビス g イコールオリンピック金メダル s イコールオリンピック銀メダル sf b イコールオリンピック銅メダル nms イコールマスターズシリーズから降格 nh イコール開催なしありがとうございます